はい、どうも。どうも。もっと近く来いよ。おう。劇団一撃屋です。一撃屋です。稽古終わりました、今日の。はい、今日長かったですね。昼からですね。久しぶりというか。朝からチームもいたんですよね、今日。そうっすね、はい、朝から小熊さん喋ってください。チラシ配りに行ってきました。そうそうそう。どこいたんですか。先輩しあそうそう宣伝は、まあ、まあまあ ね配れましたよね。メンバーは、うん、私と文ちゃんと君です、はい、そうそうそうで、うん、何ですか今日。何しゃべるんですか。俺らの話は、はい、一撃屋の話なんてな、はい、誰も聞きたくないね。ほちょっと待ってください。一撃屋動画日記ですけど、弱小劇団の話。これのボタンクリックした時点でよ。公演前に時事問題。時事問題。お僕ね、はい、最近テレビなでしこジャパンありき、スポーツ嫌いな人たちですけど、うん、僕は嫌いなんです。ああそうなんや。なでしこジャパンあり、はい、ダックジャパンあり、はいはいはい、最近ラグビーが熱かったよね。本当外野からラグビーのワールドカップがあって、うん、それを分からんやん、ルール。まあ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 。テロップで、ね、そう出るんすか、ルールが。ルールが優しい。そうだからすごい見やすかった。彼は今耳がぐちゃぐちゃになっています。そんなことやだからいらねえ。だからキックかスクラムか選べますみたいな。あ今この、うん、これ今こういう前にノックオンっていうのがあって、はいはい、ノックオンな。ノックオン知ってるじゃないですか。前に落とすとそれは反則ですって。ノックオンなんか反則です。遠浅知識もうやってる。これでもそれがやっぱりあれやデジタル時代の。あー D ボタンを押したらそうなんです。便利。あそうなんや。そうなんか便利ですね。デジ花じゃないやん。じゃない。だからラグビー見るとちょっと今楽しいかもしれない。あそれ最近の時代も分かるっていう。いや俺さ、うん、ちょっと話しちゃうけど、うん、デジタルになったやん、うん、でうちのおかんと一緒に、うん、あの変わる瞬間を見届けようと。ああちょっと前の話題。あ24時間テレビぐらいやってたやつ。うんやってたやつだ。あそう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 で、それで見てて、昼の12時に二人してこう、はい、で、ザーって流れて、はい、あー消えた、はい、終わりましたね。いや、消えたね。バーッと消して、で、またしばらくしてからバーッとつけたら、やってんの。あデジアナで。デジアナや。あれ、なんあれ。いや、だからケーブルテレビの会社はサービスじゃないけど、うん、そうなんや言うても切り替え終わってるわけないしみたいな感じの。そう、デジタルテレビを放送をアナログに変換して流してくれてるっていう感謝感激、うん、そうびっくりしましたけどね。大久保さんちがそれ地デジ化してないっていうのがまた衝撃で。あ、してないちょっと前してるよ。あ、してた。えしてんのにデジ、え、どういうこと。あ、だからアナログも あえて見たかったってことですね。でもデジタルの時にめっちゃ天気悪かったら映らへん時あるの。そう。あ、そうなんや。電波悪いから。あそしたらデジアナ見てたら見れるっていう。へー、なんでデジタルなったんやろ。俺がなんで最近シリーズ世界遺産を逃さず見れてるかっていうと。そうなんや。それはデジタル放送でちゃんと結構食べてみる。そう、はい、へえ、ね、昔の人たちみんな大聖堂作りすぎ。あ、言ってましたね、なんかそれ、うん、そこもうね、そこ何かにつけて大聖堂作る。時事ネタ言うてんのに昔の人の話じゃないですか。ほんまあいつさかのぼって今ブームの話です。ドミニカ共和国には常に沸騰してる湖があるんですよ。豆知識。沸騰してんねや。沸騰してる。熱いんすか。入られへんねや。それはなんでなんですかね。お子さんのブーム。地熱進めたら入れちゃう。それがお子さんのブームです。俺のブームはシリーズ世界遺産。あー、あたちのブームもなんかあるんすか。最近よく見るやつ。いや、まあ、まあ、ブームメント。ラグビー変わってるし、うん、そうなん、急に言われてもちょっと難しいなブーム AKB 整骨院AKB はAKB はもう大丈夫。この流れもうそんなブーム落ち着きました。整骨院いいとこあるんですか。入れちゃう私一応やめる。それ説明いるからカットや。カットや。あ、カット入っちゃった。編集がこんぐらいだったね。はい、じゃあ、まあ、最後の締めに。あ、これで終わんの。お前誰やねんお前誰やねんおかしいやろお前。